談じゃないよ。おはようございます、スタジオクーパーの畑です。北野さん、あ、よくご存知で結構昔のやつ引っ張ってきたんですけど、昭和ですね。竹ちゃんマンでしたっけ。竹ちゃんマン の, あのひょうきんぞくに出てきた鬼ヶ原ゴンゾーというキャラクターでしたかね。冗談がない。そら世代なんで、 ありがとうございます、拾っていただいて。というわけで、いよいよサンシャインラブのサンシャインラブ全体のミックス、全体編ということでやっていきましょう。まあ、とりあえず細かいところはいろいろあれど、一旦マスターバスセクションといいますか、まあ、最終の最終って感じです。そうですね、そこをどうしてるのかっていうのを紐解いていきたいかなと思っております。行ってみよう。本日はやっていきますね。とりあえず現状難しいんですけど、一旦全部外そうかな。基本的なルーティーンっていうのがこちらのリンクスですね。これにパラアウトしてます。このパラアウトをデンジャラスの2バスプラスでサミングしております。このサミングにこの X フォーマーなりハーモニクスなりあるんですけど、とりあえずこのトランスの音をちょっと欲しいなと思ってマジちょっとだけかけてます。で、15、16に、ドラムとベースパラリミット入れております。パラリミットで、こいつのまとまった2ミックスからシャドウヒルズに行きます。シャドウヒルズは、これいろいろあるんですけどスティールでやっております。曲によって変えますけど、まあ、やっぱスティールの音が一番好きですかね。はい。で次に、まあ、レマッシブパッシブの EQ になります。こっから、ラブリーの AD 感でツールスに戻っていきます。基本ルーティーンはそれですね。一旦マスターセクションがなしの状態。これが現状サミングされた状態のやつで、一旦 X フォーマーとシャドウヒルズを入れます。ですね、このシャドウヒルズの良さは聴き比べていただいて分かると思いますが、まあ実機っすよね。これはやっぱちょっと自慢していきたいんですけど、だいぶシリアルが早いんですよね。僕これ12年ぐらい前に買ってるんで、後でここに出ます。で次にマンレーマッシュパッシブオンします。この EQ のポイントっていうのが、 いろいろマスタリングスタジオを行かせていただいて勉強してきた EQ ポイントなり何なりを使ったりしてますですね。でこれに対して、こっからの2ミックスが戻ってくる、マスターバスにエリシアのめっちゃ高いやつね、アルファ、これ実機150万ぐらいするのかな、欲しいけど無理やね。でこいつをっていう、ちょっとなんか音楽的な感じになりますよね。でこれもまあミックス度合いが40-50その辺ですね。もう薄くかけてる感じですね。でもっとアナログと言いますかにしたい時には、例えばこいつをかけたりします。この質感大好きで結構ねずっと使ってたんですけどね、去年ぐらいから一遍ちょっと、もうちょっとこの配信時代にね、ハイレゾ感というか一遍変えてみたんですよね。この質感大好きなんですけど、まあケースバイケースですね。というわけでとりあえずアルファに戻って、次がガルフォスですね。これはもうなんて言うんでしょう、 AI の EQ というか、まあ概要はこのガルフォスのプラグインというか会社の方を見てもらえればわかるんですけど、まあまあすごいプラグインですね。
AI なんで、このリカバーをブッシャーって上げるともう。とか。っていういろんな効果が得られるんですけど、これはすごく使い方は難しいですね。はい。でラストがみんな大好きオゾンですね。これはまだオゾン8かな。でオゾン8、私的にはとりあえずイメージャー、まあ、ちょっと広げたりもしてますけど、ほぼまあそんなもんですね。でマルチバンド、だいたい4つに分けることが多いですかね。昔、マジ昔に TC エレクトロニックの TC マスター X っていうのがあって、もう一世を風靡したプラグインが20年ぐらい前ですけどね、あったんですけど、あれはほんま優秀でしたね。あれは確か3バンドやったんですけど、何バンドでもできるんですけど、4バンドぐらいが一番音楽的にやりやすいかなと思ってます。でここにこの辺はちょっとまあいろいろやりもっての MS で EQ をかけてますね。 MS は勉強してください。でマスターセクション、今は IRC1 にしてんのか。最近僕は4のトランジェントにすることが多いですね。この曲は1にしてますっていうのがマスターの最終段ですね。ざっくりですがこんな感じで、マスターのセクションは行っております。このままバウンスしてマスタリングへつなげます。ありがとうございます。知っとるけー、知っとるけー。ちょっとニュアンスが違いますね。違うっすよね。もうだって小学生ですからね。俺たちひょうきん族めっちゃ見てましたけど。というわけでようやく全貌ミックス終了したわけですが、最後結構ね駆け足でやっつけやったかもしれないですけどね。やっつけちゃダメですよ。ですね。まあ、ここから、まあ、ミュージシャンなりアーティストの方に聞いていただいて、でちょこちょこここ開けたいやら何やらとかあったりとかした後のやつなんですけどね。それはここから次はマスタリングという工程に行くわけですが、それはまたの機会にやらせていただきましょうかね。まあ、そんなわけで一旦サンシャインラブのサンシャインラブが完成しましたね。ありがとうございました。長々と本当です、本当ですね。ここからもっと細かく紐解いていくこともできるんですけど、概要は大体これぐらいですよね。というわけでありがとうございました。